数学の課長さんの例題だけやる勉強方法どう思いますか？いや、全然いいと思いますけどね。っていうか、僕本人にそうやって言ったような気がするんですけどね。下のプラクティスまでやると時間費やされるし、同じ問題を何度も繰り返す方がいいって言ったんで、新しい問題解くよりは絶対同じ問題をやった方がいいですよ。物事って完璧にやってから次に行かないと、その完璧じゃない状態でやっていくと中途半端にするっていう癖しかつかないんで、今の時期は耐えた方がいいですね。